雨天コールドタイガース、佐藤輝を笑いして地獄負け。スワホ、お疲れさんやで。スニード完封勝利や。終わりかい。え？ノーゲームちゃうの？10連勝から8連敗した時に似てきたね。坂本のせいで負けこいつで一体何個借金作るんだ。補強もしないんだから阪神は勝つ気ないんだよ。外国人枠は待っとるで。もうそろそろ坂本落として中川上げなあかんよ。昨日梅野と岩崎が村上温めたのとテルのダブルエラーのせいで負けたな。ピッチャー交代で時間稼ぎしとけよ。岩貞投げさせたら時間稼げたやろ。わかりやすい遅延行為なんてプライドの高い岡田にはできるわけもなく、8連勝からの8連敗あるな。頃これで首位広島との差が3点後になるかに、巨人との差が1点後になるか、どっちかになるのか。暇やから甲子園かオリンピック実況しようや。プロ野球はもうええわ。今日は別にええわ。昨日の敗戦はどうにも消化しきれんが、まあ岩崎休めただけええわ。今日の休養で昨日のショックから立ち直ってくれや。てるって私生活きちんとしてそう。やけどな部屋とか整理整頓されてるタイプやろ。ご視聴ありがとうございました。